ここをさ、ここ解体して、ここも解体して、ここにドアつけたらいいか。こうドアしとくか。そしたら、部屋の出入りないだろう。ああ、採掘しとこう。そしたら部屋の出入りないんだね。なるほど。いろいろ考えないといけないね。寒波がやってくる。寒波がやってくる。なんでこんな時に寒波やってくんねや。春やぞ。春やぞ。春に寒波やってくんだ。研究が完了しました。オッケー。水耕栽培でやっとこうか。地形や外の天候に左右されずに屋内で作れる。屋内で作れるようになるのでかいよな。トウモロコシは死んだ、死んだ。あー、なくなっていく。ジャガイモは投資だ。スモークリーフの木は投資。どんどん投資していく。まあ、しゃあなしや。あれ、ダプシュスポット来てる？あ、全然気づいてなかった。ごめん。死んでる。マジか。全然気づいてなかった。ダプシュスポット来てた。うわー、やらかした。マジでやらかしやな、これ。ガチやらかしした。脱出ポット来てたのに。タラタ、タラタ、タラタ。やらかした。タラタタン、タタタンタタン。つらいよ。ビーバーたちがやってきた。まあいいよ、ビーバーたち聞くだけだろ。タラタタン、タラタタン。精神状態、引きこもり。はい。何が欲求？ひどい寝寝室、沈みがち、とても寒い。とても寒い。いや、こもっとけ。いいから、こもっとけ。ここは、7度か、でも寒いな。温度が届かない。寒波だからかな。寒波だから室内温度が低いんやな。ここの寝室は最悪やな。ここ通り道になっちゃってるから。ここの通り道はこっちに動かしてあげないとかわいそうだね。ちょっとここの石はちょっとどけといて、これ。これはどけといて。さすがに邪魔だわ。邪魔だし、あとここら辺の木もちょっと伐採しとかないとな。刈り取っとこう。縦にされるからね、その、リンされちゃうから。え、鶏がなんか、意識不明になってるよ。何？低体温症、致命的。やべえ、死にかけてる。左足失った、右足失った、右足凍傷凍傷、尻尾。霊視、凍結、凍傷で失った。くちばし凍傷で失った。頭凍傷。失血。低体温症致命的。やべえ、これ死ぬんじゃね？鳥。やばすぎだろう。外に置いたせいで。やばいことやってる。意識不明。でもこれもう戻らんだろう。もうこれ、飯にしよう。ごめん。ごめんよ。ペインショック。意識不明。倒れている。これもう食べ物にしよう。食料にしよう。悲しいけど。飯あげなくていいよ、もう。もう、なくなるしかないね。やらかしたなぁ。寒波つら。これ寒波で飯なくなる問題あるな。専門虫。何これ。医療予備とドクターを確保してください。あるよ。
ラホールスが、ラホールスこっちに。待って、ラホールスちょっとこっちに、こっちに移動しよう。で、ちょっと待って、医者が、ラホールスとナイフ、ナイフもタウンしてるから、バインか。バインにちょっとお願いしようか。バインにちょっと、優先1にしとこう。ちょっと看護してくれるかな？申し訳ないが。多分ここ急いで看護しないとやばいんだよな。いや薬欲しいな。薬を作れるようにならないとやべえな。ほんと寒波やばすぎ。食料にまだ余裕あるからいいけど、寒波やべえな、ほんまに。あ、寒波終わった。寒波終わった。これ早く食料にしよう。食料にしよう。いいから食べ物あげなくて。食料にしよう。凍傷で失った。もう、お亡くなりになってない、これ完全に。いやでも生きてるんか。生きてるけど、もう卵も運動能力できないもん。運動できないからもう食べ物しようぜ。飯にしよう。ちょっと悲しいけど、寒波つらー。あ、あと、種まきできるやついるんかな？ちょっと待って、種まきしとかないとし。種は栽培能力高いやつは ?0、1、9、5、3、6。種をまいてくれ、ちょっと。ワイパーちょっと種まきて。ラロルフがとりあえず早く種まかないと飯がななくなっちゃう。飯やべえ。入植者一人作業。こいつなんもないんか。料理料理1にしといて、ナイフと順番で。これで入所職者、あれ？まだ仕事ない。こいつ建築できる日記じゃなかったっけ。あ、もしかしてストーンカッターが動いてないからか。木が切れてないから。今、ちょっとこっち優先だからな。農業優先だから。農業しとかんとな、本当に飯がなくなって死ぬ。
やることないんだったら栽培しといてもらったらいいんだけど、ナイフがない。栽培に4とか入れとくか。仕事ないんだったら栽培4とかにしといたら勝手にやってくれるか。治療が必要。誰だ、ワイパー。なんで治療。ちょっと待って、時間止めないと。線形虫、ワイパー、ちょっとこっち行ってもらって、で、ナイフが看護ロルフもか。ナイフもダウンした。線形虫って何なんだろうな。食べ物からかなんかな。薬がやばい。じゃあ薬草系ちょっと作っとくか。ヒールルート、ここもヒールルートしとこう。久しぶりの襲撃だな。あ、上からやってくるか。上まだ作ってないんだよな。ロルフ、どうしようかな。ロルフここにしとこうか。で、バイパーここで、で、あなたちょっとここで待機しといてもらって、ワインは、射撃能力あるんか。射撃能力あるんだったら、リボルバー持ってもいてもらうか。リボルバーあった。壊れかけだけど。まあ、ないよりマシかな。まだちょっと準備できてないのにやってこないでよ、本当に。で、あなたは装備と取ったら上に上がっていく。ワイン取ったね。あ、下来たな。ちょっと待って、下来たな。じゃあ、ヤロルフもここ行って。あ、上と下で分かれてるんか。ここでいいわ。ああ、ここを攻撃してるんか。で、こいつはここを攻撃してるんやな。リペア行った、リペア行った。やれるか？やべえな、いろんな方向から。下は倒せるんかな。よし、倒した。ナイス。で、バインはちょっともう休んでもらおうか。ちょっと上だな。ラロルフがやばいか。やべ、ちょっとラロルフはちょっと一緒に。ちょっと22時間以内死亡になってる。なんでお前そっち行ってんの。なんでそっち行ってんの。あなた、あなた死んだ。病、医者がいない。ナイフない。違う、クリーン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 、とりあえず急いで、あの、医者になって。ここすげえな。ここ、叩いてこっち修理してみたいな。当たんねえな。やべえ、22時間以内死亡やからな。ちょっと急げ急げ急げ。だいぶやばいよな。
血を止めないと。全然当たる気しないけどな。ラホースはとりあえず入ってもらってまたリペア行ったな。ここ二重にしないとこっちから来られる危険性あるんやな。ちょっとめんどくさいな。当たった当たった。あと75時間で死亡。ほっといても死ぬな。ここはもうずっと修理しといてもらえば。この人も多分あともう何時間かでお亡くなりになるから出血されるようだわ。ちょラホース看護してちょっと看護されてないよな多分これ。あと20時間でやばいやばいやばい。急げ急げ急げ。クリーンさん頑張って。ここはもう修理対決と。ボタン押しゃ。オッケー。終わった。よしよしよし。ラホースは大丈夫かな。バイン、あなたは感知する前ちょっと休んで。ちょっと待って、全員ちょっと見とこうか、一回、健康状況。これ怖いよな。線形虫、切り傷。ラホースは？ちょっと待って。ああ、一応大丈夫か、線形虫だけか。オッケーオッケーオッケー。ここ二重にしないとダメっぽいな。やつは壊してくるな。で、ここがちょっと邪魔。今、1、2、3、4、5、6部屋あるから、ここちょっと一回囚人用にして、通路にするか。で、これ解体すると、多分ここを通らない。こうやって個室になるだろう。誰も通らない。ここ潰してあげると。あと、あ、ここも潰してあげないといけないか。通り道にならないように。うおー、なんか通ってる。太陽のエルクだって、これ。ヘラジカ。てか、やべえな。もう、まだ種まきが全然終わってないんだけど。まあ、食料まだあるからいいけど。バイパーダウンした。ちょっと待って待って待って。バイパーダウンか、これ。ね、なんでここに寝てんの？なんでここに寝てんの、あなた。大丈夫これ。あ、そうか。ちょっと早くここら辺を作ってほしいな。大理石がない。ブロックがないか。しょうがねえな。ちょっともうこれ、大理石、木材でいくか。中極力木材したくないんだけどな。燃え広がるのが怖すぎる。うわ！何？電気ケーブルがショートしました。やべえ。電気の使用量が少なすぎて多分、放電しちゃったな。1、2、3、4、5、6、OK。電気が。よかったよかった。大規模火災並んでよかった。怖えな、ほんと。